ということで早速ですが、はい、東京コミコン主催ステージをスタートしたいと思います。私司会の MC、アメコミリーグのバッファローゴロー竹若と申します。続きまして、そしてなだぎたけしでございます。よろしくお願いします。はい、そしてアメコミリーグの佐藤ピリオドです。お願いします。そしてご一緒していただけるのは、アメから焼いた杉山スピタカです。もうこの格好でお分かりかと思います。もう皆さん会いたいと思いますから、はい、すぐにお呼びしたいと思います。どうしましょう。時間がもったいないのでいきます。はい、ミスターマーク・ラファロということで早速お話をいろいろ聞いていきたいのですが、皆さんもご存知のように昨日マーク・ラファローさんはお誕生日だということでございまして、今から皆さんで一緒にハッピーバースデーマークと合唱いたしましょう。私のせーのの後に行きますよ。よろしいでしょうか。せーの、ハッピーバースデーマーク。おめでとうございます。ありがとう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ありがとう。はい、ということで早速いろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、まずはですね、東京コミコンに来ての印象ですね。はい、そして日本の皆さん、ファンの皆様はいかがでしょうかということでございます。I had a great time here. I've been to a lot of Comic Con, so this is one of my favorites.もう本当に素晴らしい時を過ごすことができましたし、もう本当にもう大好きな場所の一つです。The fans are passionate and they love the movies. そしてファンは本当にあの情熱的で映画が大好きです。And it's been great getting to know you guys. そして皆様方と知り合うことができて本当に良かったです。And I'm really digging Tokyo. もう本当に東京にいるのが好きです。I've never been here before becauseI asked to come to Tokyo and they said no, they don't like green characters. そしてかつては東京に来たいと言ってたんですけれども、いや、緑のキャラクターなんて東京では嫌われてるよとか言われたんです。Is that true? 本当ですか? No, 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 no! Not true! Not true! We! Not true! Oh! 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 さあ、それでは。はい。私たちファンの中ではハルクの思い出たくさんあるんですけども、うん、マーベル作品の撮影中の思い出、特に印象に残った思い出何かありますでしょうか。When we shoot the Marvel films, we're like a family. もうマーベルの関係の映画を撮るときにはまるでみんながあの家族のような感じです。And there's a lot of laughter. もう笑いもいっぱいあります。And we eat a lot of food. それから食べ物はいっぱい取ります。And my favorite probably scene was when we were eating shawarma at the end of the first Avengers movie. それから最初のアベンジャーズの映画の中で最後にみんなが食べてるところが大好きだったんです。なるほど。ありがとうございます。ね、追加で追加されたシーンですね。はい、はい、素晴らしいシーンです。ありがとうございます。続いて、はい、じゃあ次の、では僕が、スピさんにお願いしましょうか。マーベルね。あのさっき緑の怪物は日本で受けないって言ってたんですけども、あのハルクがこれだけ多くの人に愛されるようになったのは絶対にマーク・ラファローさんが演じてるからなんです。でマーク・ラファローさんのハルクが本当に素晴らしいからハルクファンというのが増えました。そうですよね皆さん。Thank you so much. Thank you. 本当にありがとうございます。Thank you. それであの僕があのお聞きしたいのは、はい、ということはもちろん MCU の中でのもう大事なキャラクターなんですけども、俳優さんとしても素晴らしい役者さんで、はい、僕はマーク・ラファローさんの他の映画も見たいんですけども、うん、これからまあ一回ハルクが一段落して。マークさん的にはどんな役をこれからやっていきたいでしょうか。
I like to do all different kinds of things. I have a movie coming out in the fall called Dark Waters, actually in the winter called Dark Waters, that Todd Haynes directed. And I don't know what I'm going to do next. いろいろな異なった映画に出るのが好きです。で、例えば今度ダークウォーターズという映画が年末に公開されることになっておりますけれども、トッド・ヘイズ監督です。で、次に何やりたいかっていうと、ちょっとは自分でもはっきりわからないんです。なるほどね。なるほど。でもね、はい、やっぱりハルクも続けていただきたいから、じゃあこの質問、そうね、はい、ね、気になるところは。ちょっとじゃあ私から一つよろしいでしょうか。はい、やっぱりですね、私気になるところはこれから あのマーベル作品においてですね、ハルクの活躍をまだまだ期待してよろしいんでしょうかというところなんですが、いかがでしょうか。はい、Well, Kevin Feige just asked me last week if I wanted to if I had any more ideas or stories for the Hulk, and I said, yeah, I think there's still some stories to tell.And he said, well, why don't you come in and tell me about them, and we'll see if we can find a place for you in the Marvel Universe. ちょうど先週、ケビンの方から連絡がありまして、それで、ハルクに関して何かアイディアはないかって聞かれたんですけれども、ちょうど自分の方から返事しましたけれども、いや、いろいろストーリーのアイディアがあるよということで、今度それを語ることになっております。そして、マーベル・ユニバースの中でハルクの出番っていうのは何かないかっていうことを、これから模索してみたいと思ってるんです。じゃあ期待してよろしいんですね。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。これはいいこと聞けました。いいこと聞けました。はい。個人的には、はい、ハルクとウルヴァリンが戦う映画が見たいんですけども、いかがでしょうか、ハルク対ウルヴァリン。なんかマーク・ラファーさんもお好きだということをなんか僕は読んだことがあるんですけども。ね、カナダでの。Hulk vs. Wolverine。おー。おー、Wolverine。Yeah, I'd like to see that. Hulk versus Wolverine. Hulk 対ウルブリン、どうでしょうか。おい、確かにね、いろんなね、ユニバースがファンタスティックフォーム集まりみたいなところで X メンも集合すると実現可能な夢のような話ですからね。期待したいですね。でもここにいらっしゃる方はみんなハルクを絶対応援すると思いますけどね。もちろんその時になったらですね。はい、応援いたしましょう。期待したいですね。はい、まだまだ夢を膨らむところです。あと僕からもいいですか、うん、はい、はい、やっぱりエンドゲームの、うん、あの自撮りのシーン、はい、やっぱあれってやっぱりファンの中で特にキュートな、うん、みんな気持ちになったと思うんですけども、うん、あの時の撮影風景ってどんな感じだったのか。グリーン、Well, Endgame was a little bittersweet becausewe were losing some of our favorite Avengers. And so we all knew that that was happening while we were shooting the movie. And it was a farewell in a way. It was a little sad. エンドゲームに関しては、まあ、非常に ある意味とても辛辣な思いをしたわけですけれども、うんうん、どういうふうに終わるかっていうのが分かっていたし、うん、それで一つのお別れが来るっていうことは分かってたんです、うん、Goodbye Iron Man アイアンマン、お別れです。さよならワイアンマン。なるほどね。はい、あとまだもう少し時間、あと質問2つぐらいいけると思うんで、もしよろしかったら、はい、なんか、はい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 、まあ他のいろいろやっぱマーベルの共演者との何か思い出、楽しかった思い出であったり、こいつ嫌なやつやなみたいな思い出であったり、こいつこんなことがあったんだよみたいな、ね、そうですね、さまざまな共演者との、うん、エピソードが何かあれば教えていただきたいと思います。One of my favorite moments is when I finally got to smash Loki. あのロキをやっとやっつけられた時はもう自分の一番好きな瞬間の一つです。Puny God. We have a lot of fun. Actually, Chris Hemsworth, who's here. Is Chris Hemsworth, are you here? Chris Hemsworth? Chris さんいますか? Oh!
Chris Chris Hemsworth and I did Thor Ragnarok together. もう彼とあのすごく楽しくやりました。And we basically improvised the entire script. そしてあの基本的にはもう脚本ごともうほぼ即興でやったんです。And we had an amazing time with Taika Waititi. もうすごくその時に楽しい思いをしたんです。And it was just a lot of fun. We shot in Australia and we played a lot and we made a lot of jokes. And it was a great time. And of course, my time with Scarlett Johansson, the Black Widow, is really, I think, some of my favorite stuff in the movies.そしてもうすごく楽しかったし、オーストラリアで撮影したんですけれども、はい、そこでよく遊んだし、またいろんなジョークを言い合ったし、すごい楽しいひと時だったし、またあの、はい、ブラックウィドウをもうあの演じていたスカーレット・ヨハンソンは大好きでした、はい、あっちも足からもフォローしてます。もうバスの前からもうずっとあそこからもうあそこまでもう、すごい、I know, this is amazing, I love you guys.もう本当にすごいです。皆さん大好きです。You treated me so well here. Thank you so much. もう本当によく歓迎してくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではそろそろ、はい、お時間ということなので、はい、最後に日本のファンの皆様にメッセージをよろしくお願いいたします。I just want to say thank you so much. I've been waiting for so long to come to Japan. I'm finally here and it doesn't disappoint. It's been a beautiful trip. I brought my family here. We're going to Kyoto. And we're going to all over Tokyo and I really am enjoying it. And you're the best group of fans we've had so far.And it's and I really appreciate the time that I've gotten to spend with you. And I'll see you tomorrow as well. もう本当にあの皆さんありがとうございます。やっとこちらの日本の方にあの来られてよかったです。あまりにも時間がかかりすぎましたけれども、決して来てがっかりすることはありませんでした。そして今回はもう家族と一緒に来ておりますので、京都も回る予定です。それから東京中を回って楽しんでおりますけれども、もうここで最高のファンにお会いすることができましたし、本当に楽しい思いをすることもできましたし、また明日も皆様方とお会いできます。はい、ということでありがとうございました。皆さん、はい、マークラファロさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。 Thank you. Thank you, Mark. そして明日もよろしくお願いいたします。 Thank you. 本日のゲスト、マークラファロさん、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。方っていうか、もうブルースバナーな、優しい感じが出ております、ね、あの写真とかの対応がすごく丁寧な、はい、そうですね、ということで時間もこのような時間になったということでございまして、あの皆さん本当にちょっとですね、いろいろスケジュールが押しまして、はい、本当にタイトな時間だったんですけども、あのどうしても皆さんにご挨拶したいということ で、ね、うん、急遽このステージになりました。お時間作っていただきました、はいはい、ということで明日もね、マークラファロさん、はい、この会場でお会いできるということなので、はい、皆さんもぜひ明日、存分に楽しんでいただきたいと思います、はい、以上、マークラファロさんを招いての主催ステージでございました。司会進行は我々アメコミリーグと杉山俊武でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ最後まで東京コミコン楽しんでください、お楽しみください。